環状景気は、中華民国高雄市が計画中のライトレール。路面電車化された元貨物線の台湾鉄路管理局、高雄臨港線の経路を引き継いだ線路である。高尾都市運の中で建設が予定されている環状線である。計画では、ライトレール方式を採用し、高雄市内を一周する全長 22.1km を予定している。計画では2009年に、 高尾市で開催されたワールドゲームズ以前の開通を目標としていたが、路線予定の変更やボット方式の採用の是非をめぐり、問題が発生しており、正確な開通予定時期は未定であった。2012年に行政院でボット事業案が承認され、路線総延長 22.1km36 停留所を総額165.37億台湾ドルと、 当時て2段階に分けて整備することが決まった。第1段階は2013年に着工し、今後は2015年10月に日もろぎ湖ない駅、外線中回帰で主運転を開始し、2017年9月に第1段階全区間開業を果たした。第2段階開業は大鉄縦間線、平東線地下化完了を待ち千二十一年の予定とされている。駅から、 サイコワン方面に視線を延伸する構想もある。高尾市内で現状唯一のライトレール路線であり、高尾ライトレールといえばこの路線を指す。コンビーの2017年に開通した、景気愛が今高尾臨交線跡を再利用した一気区間と異なり、既存市街地の街路上に併用軌道が設置される C20 から C30 にかけては、 美術館路や大巡路沿道の自家用車利用住民が、飛行前から反対を表明し、工事は一時ストップしていた。2018年中華民国、統一地方選挙期間中からそれに同調していた、韓国湯が市長選挙で当選し、高尾市長に就任すると、高架化、地下化、大幅、または、小幅なルート変更、当該以前区間中断を含めて再度見直しが、 図られることが濃厚となっていた。韓国有就任後の直近の公聴会では賛成派が反対派を上回っていた。2019年5月の公聴会でも従来案が最多の40%の支持を集めていた。専門家会議の権威により美術館地区及び大順路は従来通りの地上案が維持されることになった。新市長陳その進むは大順路での一部単線化及び 美術館地区のホーム配置変更などの改善案を6割町が指示したとして、2020年11月10日に工事再開を正式宣布した。2021年1月、美術館路の,の変更案についての環境アセスメントが通過せず、市議会でこの区間の事業費執行が停止した。2017年1月以降、2015年10月以降、 全線開業時で20編成が運行される。もう参照エクステリアデザインは、イタリアのジュジアーロ。第1段階開業時で9編成が納入された。第2期延伸用25編成の追加入札が行われ、中国鋼鉄とコンソーシアムを組むフランスアルストム社の低照連接車 X-05 シリーズが採用されることになった。同社の急速充電パッケージである。 E コパックを搭載し、無可線宮殿の一時車と仕様を揃える。2018年9月27日、C1513 公園駅付近で試運転開始。第2段階区間駅の英語表記に関しては、施設名をもとにした暫定故障。ありがとうございます。